ロシア、カザフスタン、モンゴルから中国にかけての山岳半外山脈とは、モンゴル国中央部の山脈。モンゴルの首都ウランバートルより4 0 0トルほど西に位置する。半外山脈の存在は、古くより知られており、トゥルクが交流した時代には、宇宙圏山と呼ばれていた。モンゴル帝国時代には、県庁筆子では、公害、聖無新勢録では、高海山、原子では、 福井美山と記されており、寒外山という名称が広く知られるようになっていた。寝台に記された、蒙古遊牧記では、クイアい山と音社し、訳して、だとも言うのは、山形がこれに似ているためであると記載している。本来の、繁曖という単語の持つ意義は、涼しい気候の柔らかい土壌、森林、故障などの豊かな産地を意味し、語尾と対比される言葉である。また、 広々としたという形容詞としても用いられる。アルハンガイ県、ウブルハンガイ県、バヤンホンゴル県、ザブハン県にまたがり、特に前者二つの県の名称は、ハンガイ山脈に由来する。手法は、ザブハン県のオトホンテンゲル山。ザブハン川、イデル川、オルホン川、オンギ川といった、モンゴル国の河川の多くが、ハンガイ山脈を源流としている。ありがとうございます。